オワコンバッジーハーチャンネル始めていきます。今日はマイライフ OG の鈴木やっていきたいと思います。今日は自分のデータを確認していきましょう。 OG 丸々9年シーズンが終わりました。9年前はオール G、 気づけばこんなに金徳は13個、青徳はモリモリ、基本能力ももうすぐ A になりそうな、そのような感じ。ということで今日は契約更改、そして10年目に突入します。頑張っていきましょう。ではシーズンオフを楽しんでいきたいと思います。まずは補給の練習しましょう。一番素の経験値が低い補給を練習していく。 OK です。さあそして日にちが経つ、また補給の練習しましょう。これでレベルが上がる。よーし、経験値アップ。ということでこれでどうだろうか。シーズンが終わったね。良かった点や悪かった点をおさらいした。そう、ミッション失敗なんですよ。ファーボールを選べ、シーズン中に40個だったんですけれども、残念ながら8年連続3割 OK、 5年連続30本、30本じゃないけどね今年はね、4年連続30盗塁、夢の6割達成、すげえじゃん。夢の200本達成、よく契約材料にそんなものがそもそもあったよな。あっと走塁の経験値は下がる、チャンスは OK。 おっと走塁が下がってしまった。これに関してはまあシーズンオフで上げられるからいいでしょう。 OK、 チャンスは上がる。マジか、走塁が二塁打が少なかったか。今年そこそこ打ったと思ってたんだけどね。タイトル、首位打者ホームラン王、打点王、盗塁王、最多安打、最高出塁、日本シリーズ OK、 MVP、 そして最優秀選手、シーズンの MVP ですね。そしてベストナイン、ゴールデングラブないか、ゴールデンオジー賞なかった。4年連続トリプルスリー、すげえじゃん。5年連続三冠王、イエーイ。ということで来年はちょっとね難易度をね上げるというか、今までフェードありだったんですけれどもフェードなしにしたいと思います。今度はねしっかりと打っていきたい。ちょっとミッションとかになったらフェードつけたりするかもしれないので、そこだけご了承ください。新しいの何にしよっかな。タイトル、さてと、君はこのキャンプで何を期待したいんだ。補給選びたいと思います。そうね、おじいまだねゴールデンクラブ賞取れてないんですよ。だからちょっと補給をしっかりと上げていく。さあ来たぞ、契約更改。現在15億円プレイヤーマックスですね。しかしどうだい、おそらく上にはならないよね、上がりはしないよね。達成できずか、残念だったな。これを踏まえて君の来期の年俸だが15億円でしょうね。多分ね上がりはしないと思うんだよね、上限なので。前年と同額の提示、どうだね。いや不満はないけども上げてくれよ。あ、交渉はできるんだね。まあ一応8個あるからね、これ交渉して15億を上超えるのかな。ほほう、何をアピールするの。もうアピールすること満載なのだが、てかゲージ低いな、すでに。今さら確認するんじゃない、優勝と日本一、おかしいだろ。オーナー感染5勝1敗、よし。なんか今年少なかったね、いつもなんか9試合か12試合かある気がするのだが、あ、もう終わった、早い早い。4年連続30盗塁、4年連続トリプルスリー、5年連続三冠王、夢の6割達成、夢の200本達成。あー、あったね、子供の誕生、ジーコちゃんの誕生ですね。え、アップすんのこれ。1億9500万アップ、え、16億、約17億に上がるんだ、上がるんだ、マジか、イエーイ。16億円プレイヤー、約17億円プレイヤーと、これからはいいよ、17億円プレイヤーだ。背番号の変更お願いします。すぐにねトレード志願するんだけどね。41番、おじいのじいというところからね41番を毎回希望してます。中条選手が着用しているということで、どうだい。いや、もらえるでしょう。しかし君の実績を考えれば背番号
与えてもいいだろう。よし、やった、もーらいいでしょうね。逆に断られるの難しくない？総合練習、補給ともうすでにマックスになっていたので守備強化したいと思います。よろしく。ということで、では最後に来季のミッションなんだろう。2つ OK、 ズバリ、あーそれはきつい、できなかったもんね。フォアボールを40個選ぶ、もっと簡単なの、簡単なのってかもっと難しいの、逆にチームにもっと輪を、評価100以上のチームメイトを10人以上にするということで、これ簡単じゃない？これだいぶ簡単だね。これにしよう。なんだっけ、赤い糸だっけ、あそれ違うわ、なんかアイテムあるよね、評価をガン上げするアイテム、あれを使いたいと思います。待って待って待って、現状維持だった、現状維持上がってますよ。やったー、17億円プレイヤーのおじ誕生である。さあ、なんだい、街道と呼ばれるようになった、すげえじゃん。街道ってどんな条件だったんだろう。いやー、称号獲得ありがとうございます。いいね、給料がめっちゃ振り込まれて、うわ、ついに22億円。これ自家用ジェット国内版だったら買える金額、買えるのかな。ガヤガヤガヤ、いやーすげえ金額だわ。ファン感謝で OK。 握手券、おじいと握手したい方はどうぞ。あ、かわいい、この子かわいい。あ、おばさんはいらない、長蛇の列、疲れる。1190人、待って、そんなに握手会来たの。さあ、パワフルスポーツのお時間です。新入団選手1位2位投手だね。そして外野手投手内野手、ほほう、まあおじいのライバルになるようなねルーキーは現れないと思うので、むしろすぐにトレードするからね。さあ、優勝旅行だ。いや、今年の巨人は強かった。現実はどうなるのか。おじい、今年1年よくやってくれた、あざす、来年もよろしく。オープン戦までね。あー、浩二くん、次男くん、やだやだ、似てほしくないおじいに。いや、千里に似てくれ。ジーコちゃんは可愛いままでいてお願いします。いや、いいね。あれ、家族の評価上がらないんだ。引退引退、ヤマトさん引退か、寂しくなるな。おお、ピアソンもいなくなる。あ、松葉さん、日本シリーズ最終打席、おじい見送りの三振にさせられた松葉さんが引退ですね。そしてライアンが引退か。大島さんもどんどんと引退していく。自由契約、おっと、メヒア、メヒア、どれだ、あれかな、真っ赤っかのメヒアだね、多分広島のね。そして広島からどんどんといなくなる。いやー、どんどん、おっと、ついに外もいなくなったか。いやー、いなくなるね、ベタニーだってよ。あ、BCAD 引退多いな。あ、西さんもどんどんいなくなる。これコウスケさん声がガラガラだな。そしてガルシアさんまでどんどんといなくなる。あ、ゆうへいさんも、大瀬良さん、うわー、どんどんと現役選手たちがねいなくなってしまいますね。寂しくなりますね。あ、待って、芸人がいなくなった、芸人が去った。ギータギータが、うわー、芸人ギータがいなくなったよ。あ、高梨さんが DeNA、 ほう、平沢さんが巨人、いや、もう結構ベテランの域だもんね。あっと、オコエさんが日ハムで、野間さんがついに広島を出た、ロッテ、おー、どんどんと、あ、ピアソンの引退、あんまそこに関しては触れなくてもいいと思うんだけどな。ギータとかその辺を触れてくれ。さらばだ、ピアソン、なんかくれる？もしかして。お、これはよし、受け取ってくれ。上級打撃術、あんまりいらない。まあ読んであげましょう、しょうがないからね。で、ゴルフコンペ、プロ級のおじいだからな。え、なんでさ、ゴルフコンペめっちゃ他球団と回るじゃん、めっちゃ仲いいじゃん。あれかな、やっぱスパイなのかな。てか、おじいが逆にスパイ説あるよね。とにかく飛ばすパワーはある。
81。あ、でもそんな高くないね。おじいだったら60代でいつもね、ゴルフの大会回ってますからね。合同練習か。OK。大谷スワーン誘いましょう。チームメイトだ。OK。あと、藤波くん。毎年誘ってるので誘いましょう。一緒にね、能力アップしようぜ。赤徳消そうぜ。あと一人。あ、鳥羽さんにしてしまった。連打してしまった。しょうがねえ。よっしゃ。まあね、マイライフキャラですからね。いいよ。さあ、See you next season。そして一緒に練習すると。いいね。上手くなったような気がした。え？スタミナが上がる？いろんな経験値。ちょっと、球速とかが上がってる。もしかして、おじいの二刀流伝説始まるやつ？マジか。藤波くんからスタミナ教えてもらったんかな？さてと、2月に入りましたよ。あっという間だからね。キャンプか、何をしようかな。ルーキーの挨拶に、興味はない。さらばだ。バーっと行こう。そして、深川ですね。興味ありませんよ。聞くけどね。お、ショート。はい、狂犬病。セカンド。おー、いいね。走力重視。ショート。狂犬病。でしょうね。うん、別に意識したいわけじゃないんだけどね。え、岩貞さんがライバル関係。あ、いや、そのまんまでいますよ。だってチェンジアップ持ってるもん。ライバルには変わりありません。あざす。そして岡本さんだね。今季もガンガンホームランを打って暴れまくりましょう。うわー、何これかっこいい。ツインバズーカ。岡本選手と同時スタメンで打力が上がります。タックは発生したシーズンの終了時にクリアされます。またタックは2つまでしか同時に所持できません。いやー、これ使ってみてーわー。どんだけ上がるんだろうな。で、エースと4番も持ってるからね。何これ、もう一個同時に来たやつ。俺たちのクリーンナップで打点を荒稼ぎしましょう。岡本さんとブルワーとクリーンナップトリオ、タックがまた発生したわ。調子が1段階上がる。すごいじゃん。え、こんな同時に来ちゃっていいやつなの。え、なんか来た。誰お前。はい、優がおじいさんだね。え、誰、新キャラすぎて、新キャラすぎて怖い。マイネームはミゲル、ミゲル、ミゲル、ミゲル。巨人をチャンピオンにするために来たぜ。あ、移籍するんでよろしく頼むぜ。何こいつ、めっちゃ強そうなんだけど。でもさ、これさ、野手だった場合もクリーンアップお前入れないよ。さっき来たミゲルという選手確認したいと思います。パワー比持ってる弾道4のパワー S96。なかなか強いんだけれども、ブルワーの方が強いです。いらないミゲル。では、特能は代打いきたいと思います。コーチ特訓で、シーズンオフにね、これでしっかりと能力をつけていく。さあ、わ、出たー。レンタルサーバー契約期間切れ。6ヶ月でたったの100万なんだけど、たったっていう使い方よくわかんないけど、たったの100万なんだけど、実質1ヶ月ぐらいしか使ってないぞ。マジか、また契約しなきゃいけねえ。おっと、なんか新外国人取ってる。また外国人取ってる。しょうがねえな。で、6月8。何かあるね。パシパシ、おじい先輩。なあ、お前髪長えな。坊主にしろ。しょうがねえ、優しいからな、おじいはな。面倒見てやるよ。また代打、こちら行きましょう。これ調子によってあれなのかな、上がる率っていうの変わってくるのかな。今2回目で、おっと、 OB 松本さん、青い稲妻ですね、臨時コーチ。これどうなんだろう。いや、走塁技術教えて。うん、課金。そうだよね。なんかあんのかな。いや、特になんもないんかい。クーパー内野手だってかっこいいね、名前だけは。
打てるのかどうかは知らんが、ということでまた何かあるかな。あるね。ブンブンと、これは梶谷コーチだ。レギュラー任せたい気持ちで、あざす。そしてあれだね、千里からバレンタインチョコと、嬉しいですね。これ対エース行こうと思います。代打丸はあと1回でいけると思うんで、もしこれでね絶不調になった時に伸びがあんまりだったらを考えると、わー全然伸びねえ、対エースってそんなゲージたまんないの、難しい、そりゃ困ったわ、うわめっちゃ時間かかるじゃん。ということで最後はね代打丸行こうと思うんだけれども、オジーが走る代打丸最後に行きましょう。調子がね絶不調になってしまったのだよ。でもこれ満タンだったよね。代打をゲット、オッケー。でオジーね去年怪我して代打で出場っていうのがあったんですけれども、もしかしたらミッションのタイミングが合えば代打の神様チャレンジもね怪我した時やろうかなと思います。頑張りましょう。まあうまくねその地域に行けるかどうかなんだけどね、どこの場所で取れるのかを事前に確認しておきたいね。そして給料が入って23億円。でオープン戦になりますね。オープン戦は毎年カットしてるのでサクッとやってきます。4番で送りバントを3つもしてしまった。そして内野安打は1個ね。あバントの数書かれないんだ、ちょっと寂しいな。それショッピングモール行きましょう。しょうがないからレンタルサーバーもう1回買ってやるよ。でこちらレンタルサーバーですね、買っておきましょう。スポーツショップ行ってみたいと思います。特に用事はないんだけど、なんか品揃えが増えればなと思って、なんもないね、バイバイ。まあ買っとくのも手だけどね。ということでまたねオープン戦はカットしつつバントとか決めていきたいかも。何かある。阪神が新しい外国人を取った、以上。はい、なんとか1安打。とりあえずフェードなしで挑戦してるんだけど、まあ難しいっていうよりかは絶不調なのが痛い。喫茶店行ってみよう。喫茶店で読書いけるんじゃないかな。2万は高え。2万の喫茶店だよ。上級打撃術読んでいきましょう。これで本を楽勝に読んでいく、いいね。破れる。商店街行きましょう。麻雀しに行こうかな。どこでも麻雀したがる最近のおじ、プロとやってやろうじゃないか。あ、麻雀の大会に出るっていうのがそういえばできるようになったんだ。ランクが A になったからね。さあこれは何か、もう運だけなのかな。親の流局、あ全然じゃん、全然じゃん。運負け越しか。4位っていうのは何人中台。うお、でも20万もらえるんだ、すげえじゃん。4位で20万、1位でいくらもらえるの。ということで麻雀でも稼げるぞおじ、いいな。ね、1ヶ月分の給料にはねちょっと足りないけれども十分だよ。おい、カン課金、ダダダダダ。何何何、任せてください。オープン戦をやってみて正直どうだ。お前ならこれ自信を失ってますってどうなんだろう。ちょっとやってみよう。いや引退、いえそこまでではね。うわ引退とかも選べるんだ。いやーごめん、まだまだちょっと早い。そうだよね。わーなるほどなるほど、ちょっとハラハラするわ。3打席しか回ってこなかった、全然打席回ってこずで終わったわ。いやーもうちょいしっかり打たないとな。麻雀また行こうかな。麻雀好きのおじ行きましょう。さあ今度こそ優勝を目指せ。これスキル上がるのかな、さっき上がってた、忘れちったな。じゃらじゃらじゃら、しまった。うわゲ、やばいじゃん、フルボッコじゃん。残念。あ入賞ならずもあるんだね。
1万円。あ、経験値入ってねえな。これは経験値入らないとダメだわ。そしてオープン戦が終わるのかな。まだあと1試合あるかな。え、なになに、ミゲルをレギュラーにすることも考えている。マジで。だが調子を落とした場合はミゲルをレギュラーにすることを考えているということで、油断するなって言われたよ。 Hey you! なんだよ、コンバートするように言われてしまったぜ。だが相手が言うなら仕方ないぜ。一緒に巨人を。え、優しいな。でもおじい移籍するからね。少年野球教室、こちらレベル上がりますね。行ってみましょう。なんだろうか。あ、コウジ君よりも全然可愛い。ヨウヨウ、何、野球界での存在感がでかくなってきたじゃねえか。そろそろここもさらにでかくする時期だな。そうだ、一応野球アカデミーいいね。1億円もあれば。いやー、自家用ジェットやりましょう、やりましょう。1億円ぐらいいいよ、優しいおじい。早速準備に取り掛かるということで、野球教室や野球アカデミーになった。すげえじゃん、最大になりました。 OK、 1億円減りました。いや、なんかぼったくり感出てるけどね。さあ最後走って不調に上がる。最後移籍する前に終わろうと思います。給料がまたね、8000万。いや、さっきの痛かったけど全然いいや。さあいよいよ開幕ですということで、ということで今日はここまでにしたいと思います。次回おじどこに移籍するのかお楽しみに。ということでバイバッチ。